こら近所のセミ、俺が録画ボタンを押したら泣き始めるのやめなさい。前回のあらすじ、まさかの保健室の主が巨乳であることが分かりましたが、残念ながらあれはパッドかもしれないからな。てかもしかしたらアームウェイで男の人かもしれないからな。男女両方ともいける口らしいからな。ちょっと近づくのはやめといた方がいいです。おっぱいは遠くから眺めるんが一番いいんじゃ。そうじゃ、揉むもんじゃない、眺めるもんじゃ。おっぱいはそういうことにしとくわ。というわけでまたこの夢の中入りました。あ、挨拶が遅れました。いやあ、切なケースだよ。というわけで続きやっていきまーす。その日の空も青く澄み渡っていた。おっとっとっと。俺は重い扉を開き、青空に近いいつもの場所へと向かう。いつもの立ち位置で、いつものように街の風景を眺めていた。俺に気づくと振り返って言うのだ。またお会いできましたね。これで何の目だろうな。だから俺もいつも通りに返す。だな。先輩は何やってるんだか聞いていいか。私ですか。私は株取引やってます。聞かないでください。株取引やってます。なぜか少女は地面にべったりと這いつく体勢でノートや白鉛筆を屋上にぶちまけていた。どうやらスカートをフェンスに引っ掛けて転んだらしい。ああ、ドジっ子だ。かわいいな。スカート破れてないか。大丈夫か。仲間のパンツ見えないようになってないか。俺は苦笑しながらも散らばったものを片付けるのを手伝う。出た。前見せてもらった台本だけど。あ、見ますか。どれも自信作です。突然ドヤ顔に入っていくポンコツな先輩。少女の腕に抱えられ数冊の薄い台本。ほんと意外だよな、先輩が演劇部だなんて。演劇部が好きなんか。カズとお前演劇部が好きだから、お前妄想の中で演劇部の先輩とこう話しているところをやってるのか。お前物心ついた頃から演劇が大好きで、カズト君も幼稚園とかで演劇したことありませんか。年上女子で敬語で演劇好きって、お前クラナドか古川渚か。ああ、石とか木とかの役だったか。よくあるモブ、人ですらないモブ。私演劇で小道具の係だったんですよ。小道具。小道具用意する人か。それがうまくできて、それからずっと演劇部に所属してるんです。ああ、裏方的な感じか。いいなあ、見たいなあ、先輩の演劇。それはおそらく無理です。無理？どうして？ん？私は裏方ですし、それに先輩方が卒業してとうとう演劇部は私一人になってしまいました。おお、よく学園ものでありがちなパターンのやつ。そこに主人公が加わってどんどん仲間が増えていくやつ。もったいない、実にもったいない。この前台本を見せてもらったが、とても面白かった。これを実際に演劇という形で見たらもっと面白いと思う。アドバイスしようか。 YouTube を始めよう。YouTube を始めて演劇じゃなくて声劇になってしまうけど、仲間を作って声劇をやればいい。そうすれば YouTube だったらいろんなところの人からも見てもらえる。それいいんじゃないのか。ぜひとも一度少女の書いた台本を演じているところを見てみたい。だから俺は少女に無茶なお願いをしてみることにした。先輩、一つお願いがあるんだけど。何でしょう。この台本やってみてくれないか。え、無理ですよ。どうして。どうしてって、これ
芝居じゃありませんし、それに私裏方ですし。恥ずかしがっちゃって主人公になっちゃいまよ、主人公に。裏方って言ってもリハーサルとかの代役とかやったことあるんだろ。まあないわけではないですけど。じゃあ決まりだ。さあこれやってみてくれよ。ほらほら。何の役？ゾンビの役か。俺は強引に少女に台本を持たせると開幕を促すように拍手する。少女はしばらく困ったような表情をしていたが、やがて、じゃあ触りだけ。少女は大きく息を吸い込むと劇を始めた。演じるのは彼女、観客は俺一人。青い来た青い空の下、二人だけの青空演劇。いいところで終わりやがる。いいところでベルが鳴る。まだこんな時間だよ。勉強学習しろや。そろそろ学習しろや。ベルの変なタイミングで設定しとるんじゃないかとか。ベルの音で目が覚めた。黒なぎめ、いい加減黒目覚まし持って帰れよ。いや持って帰らせろよ。そんなことを考えつつ俺は二度寝することにした。いつも邪魔されるんよ。おっと、幼馴染来ました。いい天気だね。そうだな、いい天気だな。このゲームまだ一度も天気が悪かったことないからな。この地方はいつもいい天気、悪い天気のことがほとんど起きない地方なのかもしれない。ああ、昼寝日和だな。こういう時こそスポーツ日和じゃないのか。はるかって本当に体動かすの好きなのな。そうだな。うん、大好きだよ。この子だったらもしかしたら本当に裏では真っ裸で街中を走ってるかもしれない。ん、どうしたのさ。いやさ、なんか平和だよな。どうしたいきなり。どうしたいきなりこの平和に疑問を感じ始めるような発言。え、平和が一番じゃん。なんていうか平和ボケしてしまいそうな自分がいて怖い。たまには何かあっと驚く大事件でも起きてくれないかな。ああ、それな、ちょっと俺学生時代にもちょっと思っとったことがあるわ。なんかさ、いつもいつも日常がさ同じことの繰り返しすぎてさ、もうちょいなんかでっかいイベントないかなーって待ち望んでしまう時があったわ、俺も学生時代。でもさ、社会人になってさ、どったんばったん大騒ぎみたいなさ、獣フレンズみたいな職場におったらさ、もうなんか平凡っていうかさ、平和が一番やな、うん、そうやなーって思ってくると来てしまっとんよな、今。カズとも社会人になったらそうなると思うぞ。演技でもない。そうだぞ、ドッタンバッタン大騒ぎやぞ、お前獣フレンズやけんな、お前。そうだな。でも日常に変化が欲しいって思ったことはあるだろう。そういう心境だ。まあそれはわかるんよな。僕は何もないのが一番いいと思うけどな。はるかと何気ない話をしつつ投稿する。そんないつもと変わらない朝だった。いつもの変わらない朝のはずだったのだが、なんだ？何か起こるん？でもさ、やっぱり日常ってのはやっぱり崩れない方がいいよな。うん、崩れてみて初めてわかるなんて。やっぱりそれは今まで平和ボケしていたってことなのかな。一般論はよそ、今の俺は何が言いたいのかというと、なんだ？朝っぱらからいきなり俺の机がド派手に立ってるんだが、これってどういうことだ？というか絶対に黒薙の仕業だよな。なんかでかいこと起きるんかなと思っとったけど、割と小さいわ、割と小さい事件が起きた。酔いによってやっぱ黒薙の仕業ってことになっとるからな、お前。
何でも妖怪のせいにしないでくださいみたいな妖怪ウォッチ並みに黒薙の仕業になってるからな。黒薙妖怪説が出てくるからな。ちょ、いきなり親友である俺を疑うのか。普段が普段だからな、真っ先に疑うぞ。で、実際のところはどうだった？うむ、今回に限って言えば俺の仕業だ。お前やないかい。なぜか胸を張って答える黒薙、やっぱりお前の仕事だったんじゃないか。お前は朝っぱらから親友の机をちゃぶ台返しするようなやつだったんだな。そうかそうか。お前のあだ名星一徹な。俺は笑顔で黒薙の両肩を掴む。ま、待て、これには深いわけが。頼むから聞いてくれ。お仕置きタイムだ。よし、いえ、行ってみろ。くだらない理由だったらここで締めてさばいて料理してやる。黒薙料理まずそう。落ち着け、まあ落ち着け。黒薙が両手を向けて制するので俺は仕方なく手を離す。すると黒薙は語り出す。男たるもの、強さを求めるのは自然だろう。俺は立派な海民主になるべく日々鍛錬を重ねているのだ。はあ、まあ理屈はわかるが、今回その成果を高崎、お前の机で試させてもらった。自分の机でやれや。貴様というやつは、貴様というやつは許さん。シュレッダーにかけてミンチにしてやる。まあ待て、落ち着け。高崎、なんか朝から怒りっぽいな。しっかりカルシウム取ってるか。そういえばこれといって取ってない気がするぞ。取ってなかったわ。毎朝牛乳くらい飲んだらどうだ。毎朝飲めるほど家に置いてないぞ。なくなったら買い出しに行くのも面倒だし。だったら委員長のおっぱい絞って出してもらえばいいんかな。だったら1ヶ月分まとめ買いしてたな。腐るんじゃないかな。牛乳の賞味期限ってどんなもんかよくわからんけどさ、なんか嫌やな。牛乳1ヶ月冷蔵庫に置きっぱなしにするってなんか嫌やな。なんか賞味期限が切れてなかったとしても腐ってそうな気がするような。なんだろうな。あんま賞味期限長いイメージないよな牛乳。いっぺんに買ったら腐るだろ。だろ。ならば委員長の巨乳からおこぼれでももらえばいいじゃないか。ああ黒薙、お前もそのはずにいたってか。絞ったら出てくるんかな。絞る前に鉄拳制裁されるわ。あのね、私母乳出ないんだ。いや、出る出ない以前の問題ですけどね。出そうとかそういう発想に至るところが問題なんですけどね、正直。あなたもなんかちょっと恥ずかしそうに言ってるわ。聞いてたんすか委員長。そんな大声で言われたら嫌でも聞こえるわよ。デリカシーのないあつらだな。わ、俺も含めてか。委員長に対してはめちゃくちゃ下に出る黒薙です。平謝りする黒薙、前から思ってたんだがお前って委員長には頭上がらないのよな。お前もしかして裏では委員長に踏まえてありがとうございますとか言っているたちの人間か。まあそれはそれと。委員長おらんようになってしまった。委員長の手は少な。もうちょい委員長前に出てきてもいいんやで。なんだよ。俺の言いたいことはわかるよな。俺と戦え。なんでだ。わかるか。飛躍しすぎだバカ。鍛錬の成果を見るには実践が一番なんだよ。さあ早く剣を抜け。挽回しておいて戦え、口利き百や。剣ってなんだよ。わけわかんねえよ。てか剣使うんやな。なんか結構体鍛えたら剣拳で戦うもんかなと思ったら剣だったよ。すでにお前の行動が尋常じゃないんですが、というツッコミはなしなのか。この場合はどうやらいや王なしに応戦しなければいけないようだ。俺はこんなところで選択肢出るとは思ってなかった。戦闘態勢を取るか武器になるものを探、武器を探そうぜ。とんでもねえ武器を探そうぜ。これがリトルバスターだったらしょうもない武器が出てくるからな。うなぎっぱいとかそういうんじゃなくて、ちゃんとした武器。誰かメリケン作持てない。
俺は即座に武器になるようなものを探した。黒投げ相手には丸腰では不利だ。というか黒投げのことだ。絶対に正々堂々とした実力勝負で向かってこないだろうし。しかし辺りには武器になりそうなものは皆無である。当然か。身近に凶器が転がってたら危ないもんな。高崎、どこからでもかかってこい。来ないならこっちから行くぞ。怪しい動きを見せながら近づいてくる黒薙。怖い。お前マジで怖いって。黒薙から発せられる妙なオーラに当てられて後ずさる俺。逃げるな。俺の胸に飛び込んでかい。え、男の胸なんて興味ないですけど。ちょっと待て。お前趣旨変わってないか。そして何よりその気持ち悪い手の動きをやめろ。お前保健室の先生と同じ趣味を持つか。お前高崎くん。ああ委員長出てきた。委員長頼む。早いところ黒薙を止めてくれ。同性愛は立派な愛の形だと思うな。はぁ、なに突然肯定し始めてんだお前。黒薙のことお前。え、私は応援してるわよ。ガンバ高崎くん。ガンバじゃねえんだよな。あー院長、さてはお前さん同性愛とかのそういう BL 系の漫画読みは漁るタイプの人間だろう。お前小説と同じレベルで BL の漫画とか読んでるだろうお前。あと今回の委員長の出番は、ね、なかなかに短い。この人もうダメだ。とりあえず助け合うの望めないようなので、さらに俺は逃げる。待て。マジと言われて待つやつがいるか。なんでもいい、なんでもいいから武器よ。俺は机に置かれているものを適当に持って教室を出る。とりあえずほとぼりが冷めるまで逃げよう。捕まったら何されるかわからないし。とりあえず廊下の脇に隠れておく。すると廊下の彼方から諸々しい音が聞こえてきた。高崎、隠れても無駄だぞ。あのホモめ。ちょっと待て。 お前それ。黒薙はいつや釣り部で見かけた違法改造自転車に乗って向かってきた。それを野放しにしてる学校の学校は無法地帯なんですけど、違法改造者だって言っとからな。違法改造者って言うとぐらいなんやけどさ。こんなにすぐにもう一度お見にかかるとは思わなかったぞ村田号。おい、相変わらず気になるネーミングだよな。ここだけの話だから、お前とはどっちが強いかはっきりさせておいた方がいいと思うんだよな。だったらその自転車は何だ。勝負ってのは同等の条件で行ってこそ実力が分かるんだぞ。何も俺は実力で勝負したいんじゃない。お前に勝ったという事実が欲しいだけなんだ。こいつ全然やる気ないだろお前。なんだそのめちゃくちゃな主張は。なんだめよ。傍若無人な理論を掲げつつ、黒薙は改造マシンで俺を追ってくる。俺は逃げつつもマシンを横目で見やる。マシンの全部には仮面ライダーのバイクみたいな改造をなされている。なんかちょっとダサいですね。あの妙な装飾の突起に当たったら無事じゃ済むない。だから俺はとりあえず逃げる。どこかに勝機を見出すためにとりあえず逃げる。救いはあのマシンはそれほどスピードが出ないということだ。いろいろとごてごてくっつけてあるから全体の重量はかなりあるらしい。そりゃペダルも重くなるよな。しかし俺はここで失態を犯してしまった。なんだ、無我夢中で校舎の端の袋工事に入ってしまったのだ。このままでは絶対絶命だ。出た、デンジャルスじいさんや。デンジャルスじいさん入ったわ、お前。どうする、どうすればいいんだ。この先には非常時に避難通路になる大きなドアがあるもののみだ。
その扉は通常時は固く閉ざされており、通常戦場門と呼ばれている。人間一人の力では絶対に開けられないほどでかくて重い扉だ。ここを開けて逃げることは不可能だろう。万事休すか。待てよ、行き止まりだからって逃げ道がないわけでもないよな。ほんの少しだけでも気をすらくことができたならば。そういえばさっき教室を出る前に机の上にあるものを持ってきたっけ。俺は何を持ってきたのか懐を探って確かめる。すると手の先に触れたものは、ぬいぐるみだった。しかもパンダの。なんでだ、このパンダで何を打開しようというのだ。誰のものかは分かっている。はるか、あれほど学校にはぬいぐるみ持ってくんなって言ってるだろうが。かわいいな。え、それは僕の弟なんだよとか言いそうやな、なんか。あいつは基本的には真面目なんだが、時々このような変なことをするんで油断がならないのだ。まあいい、これで一か八か。頼んだぞ、微妙に可愛くないパンダ。俺は大きく振りかぶって黒泣きの方へとパンダを投げつける。ああ、確かに妙に可愛くない。なんかあんま可愛くないよな。なんでかって言われたらさ、ようわからないけど、あ、妙に可愛くないな、確かに。すると、ベタ、パンダが黒泣きの顔に見事に入つ、まさしくジャストフィット。俺はその隙に走るマシンの横をすり抜けて袋小路から脱出する。そう、行き止まりであっても道を戻れば済むことなのだ。しかし黒パンダ、俺の想像以上の威力を秘めている代物だった。ちょ、これ離れだ、下手なモモンガよりもタッチが悪いぜ。暴走するマシンの先には戦場門。おーい黒なぎ、前見ろ前、この状況で見られるか。そのまま黒なぎはマシンごと戦場門に突っ込む。エフェクト。無駄に凝っとるな。突撃した瞬間、特撮物のエフェクトのごとく爆発を起こすマシン。そう衝撃で扉が開き、黒なぎは外へ投げ出される。こうしてこの恐ろしい事件は幕を閉じた。しかし、いつ再びあなたのそばに第二の黒なぎが現れるかもわからないのだ。これ序盤で言おった言おったことって、こんなことがあるんだったら平和のまし、平和の方がまだましって。そうだな。平和の方がましだな。これあと黒なぎ、お前は定額だろ、お前退学だろ、これどっちかって言ったらもう。おっと悪い。黒なぎ大丈夫か。満身創痍だ。次回からはスーツアクターでも雇ってくれ。お前が金出すよ。黒なぎもお前に負けず劣らず意味不明なことを返してくれる。今回は俺もやりすぎたかな、ちょっと反省。だから俺は黒なぎの体を気遣うことにする。黒なぎ大丈夫か。今すぐ保健室に連れてってやるからな。アウトゾーンに連れて行こうとしているな。やめろ。しかし抵抗するという力を黒なぎに残ってないような。俺は援助する黒なぎを強引に引っ張っていって保健室に押し込むのだった。あの小さい頃にやりよった残酷なゲーム、小さい頃にやりよった残酷な遊び、蜘蛛の巣にアリを捕まえて放り込むという遊びみたいな、それを思い出しましたね。さて、保健室で治療を受けた感想報告が楽しみだ。おっぱいは大きいぞ、あの保健の先生は。よかったな。今日も綾瀬先生の授業だ。というわけで前回の続きから始めるが、どこからやるか覚えてるか。前回確か脱線続きでほとんど何もやってない気がするぞ。エグザクトリーとか言ったもんな。あの科目系少女の話でエグザクトリーとか言ったもんな先生。前回は座敷わらしの話とかでしたよね。授業関係ないけどな。
そんな話もあったな。スード・アヤス先生はにやりと笑い、黒板に座敷わらしについてとデカデカと書き始めた。まだその話するん？座敷わらしの話からかよ。もはや英語の授業じゃないじゃないか。俺がツッコミを入れる間もなく、綾瀬先生は語り始めた。座敷わらしは時々枕返しや無邪気ないたずらをしに姿を見せることがあるってところはもう話したよ。すでに覚えてないけど、最近の綾瀬先生の綾瀬先生のマインブームは座敷わらしなのか。生徒のほとんどは授業よりも雑談の方が好きで、綾瀬先生の話聞き入っていたが、約1名それを冷静な目で見つめている人物がいることに気づく。それは隣の席の委員長だ。委員長、なんか今日ほんまに委員長かっていうレベルでなんかずれたところを走ってる気がするけど、まあ話しかけよう。もちろん委員長と話したいもん。今日委員長の出番少なかったもんね。委員長、なんか退屈そうだな。うん、別にそんなことはないけど、座敷わらしの話は私読んだことあるから。いや、授業に関係ないですよとかいう話の前にさ、ちゃんと聞くか聞かないかの話だと思う。マジか。ほら、高崎くんも読んだことない？結構有名な人が座敷わらしの説話を文に書き下ろしたこともあるんだけど。知らない。そんなんまで知っとんじゃ。結構いろんな分野の本読んでるんだね。だったら人間からお乳が出る、人間の女の人からお乳が出るメカニズムとかも勉強しないですかね。俺ワンちゃん院長のおっぱいから乳絞ってみたいんですけど。そんな高崎くんは30点。もっと日頃から本に親しみましょう。院長の採点が出たな。いつも30点だよ。30点で100点満点出たろ。普通は赤点レベルじゃないか。それにさ、それじゃあ最近の若者の9割は赤点なんじゃないかな。座敷わらしの本なんか普通の若者読まんわ。じゃあさ、綾瀬先生の授業は委員長としては何点なんだ？そうね、先生の授業はその日によって偏りが激しいから。確かに。だからちょっと基準を定めてもらわないと採点は難しいわね。ああ、避けた。先生の点数をストレートに具体的に数値したらあれやけんって。ちょっと逃げたね。委員長逃げたね。だったら最高得点は？最高得点は？最高？ああ、綾瀬先生の今までのベストオブ授業を採点してみてくれないか。そうね、95点。何の授業？どんな授業？すごい点数だな。ちなみにいつの授業がベストだって思ったんだ？去年の冬ね。高崎くんのクラスでもしてたかはわからないけど。いや、去年は違うクラスだったけんか。もしかして発声大会か？そうそう、あれって気まぐれじゃなくて全クラス発声練習って。ああ、英語やけん発音の話か。去年の冬、綾瀬先生は教科書を全く使わない授業を行った。現在でも雑談だけで教科書を開かずに終わった授業は多いだが、それでは別の意味で、その名も発声大会。綾瀬先生の自称友人のトムさん（代わりに相手に問いつつ世間話をしていくという謎の授業だ）。ああ、実践練習的な感じか。トムさん（仮）は日本語がわからない純正のアメリカンだ。だから話をするには英語で喋らなければならない。英語の苦手なハルカは必死に単語の羅列で話しかけてったけど。出川哲郎かお前。世界の果てまで行って9での出川哲郎状態やな。しかし発音が片言だから、それすらもほとんど伝わらなかったというアウェーな結果だったな。努力は認めるが。他の生徒のほとんどは、当たり障りのない挨拶や自己紹介など、お決まりの手形文を作って、切り抜けてたっけな。そこで意外な検討をしたのが黒薙だった。お？
こいつもはるか同様英語が苦手なのだが、身振り手振りと勢いと気合的でトムさんを笑わせてたな。海外調整したお笑い芸人かそれ。その後アース先生にお前はリアクション芸人かと突っ込まれていたけどな、あれは俺も笑った。うん、ちなみに俺はアメリカの決まりジョークを、2、3披露して切り抜けた。そこそこ評判は良かった気がする。で、委員長は何話したんだ？私はただの世間話よ。ご趣味は何ですかとか、愛読書は何ですかとか、あと故郷のことも聞いたわね。そんな話してたんか。でも多分相手のトムさんは委員長の胸ばっかり見てたと思うよ。多分トムさん、脳裏に普通にトムさんかっこかいと世間話をする委員長が浮かんだ。同時に委員長のおっぱいばかりじろじろ見て腹の下を伸ばしているトムさんの姿も浮かんだ。何かとてつもなくグローバルな空間だな。でも確かにあの授業は面白かったよな。ええ、ああいう授業って実践的で斬新でいいと思うの。などと話している間も綾瀬先生の雑談も続いていた。というわけでこの現代、旧家が相次いで取り壊されてるからな。もしかしたら座敷わらしも都会に降りてきて俺たちに溶け込んで生活してるかもしれないぞ。だったらいいな、いいな、人間でいいな。そんなことあるわけないじゃん。綾瀬先生の言葉に対し生徒の間からいろんな感想が漏れる。その時黒投げが立ち上がって教壇の上に踊り出てこう言い放った。つまり今回の話を総括するとこうなる。座敷わらしは寡黙系少女だ。なんで寡黙系少女出てきた？それはお前の願望だろ。お前の願望を押し付けてるんじゃねえよ。まあそうだよな。あ、そうなんですか。座敷わらしって少女の姿で現れることが多いもん。でも寡黙とは限らないじゃないですか。めっちゃおしゃべりな座敷わらしおるかもしれんじゃないですか。ギャルみたいなさ。それマジウケみたいな。マジウケ古いな。つまり座敷わらし萌え。いきなり出てきて何言ってんのよ。あんたのせいで話の余韻が台無しになったじゃない。燃えるものは燃える、それでいいじゃないか。どうしてそういう目でしか物事を見れないの。ゲグ、俺もなんかいやらしい目でしかシロノのこと見てない気がする。ごめんなさい委員長、次回のパートからはちょっと抑えていきますんで。男はみんな妄想大好きスケベだ、諦めろ。それは黒なぎくんだけでしょ。ちょっと心が痛い。俺は心が痛いぞ。ちょっと黒なぎ的な目線で見てる時があるかもしれないな俺も。すいません、すいません、ちょっと死にすぎました。おーっと頭が下がりました。委員長、取り込み中のところすまないけど一つだけいいかな。何？ちなみに今日の授業は何点？黒なぎくんのせいで点数なんてつけられないわよ。落第よ落第。やっぱりな、こうして相変わらずドタバタのうちに授業は終わりを告げるのであった。わどっかんばっかん大騒ぎいて獣フレンズまだ出てきたわ。獣フレンズで始まって獣フレンズで終わりそうな感じするわ。終わっちゃったわ。終わりましたね獣フレンズで。はい、今日は獣フレンズが序盤に出てきたかと思えば獣フレンズで終わるような回でした。皆さんもこんな学校生活いかがですか。平和の方がいいような気がするわ俺も。